かった覚醒ハイパーにこれでたどり着きました。まあまあ これでもまあまあ早いじゃないですか。やっぱり41分の1なんで当たりがもう覚醒ハイパーのスピードすごいですよ。周りの台見てましたけど、左の台が持ち球今5万発ぐらいあって、一撃4万発さっき出したんですよ。1時間かかったのっていうぐらいでしたね。はい、これで3連続勝利達成ということで、超高速覚醒ハイパーラッシュ突入です。それでは見ていただきましょうか。の覚醒ですね。超覚醒、覚醒ハイパーの文字が出てからスタートになります。行きます。ほら、バリ早くないですか。当たり超速いでしょ。4連目もうね、打ちっぱなしで大丈夫ですよ。ここからは今何が起こったかわからないぐらい速かったでしょ。これが超覚醒ハイパーです。これを、ね、見ていただきたかったの、もう見たよっていう方はいらっしゃると思いますけど、2万6000でしょ。簡単に隠れるんじゃないか。速い、もうこのスピードですよ。あ、赤保留、赤保留、はい、5連目、バリ速い。あ、すいません、ありがとうございます。あ、すいません。いかがですか、このスピード。ちなみに結構、まあ、ここまで5回当ててるんで、まあ、苦労したというほどじゃないですけど、5回当てれたんで、次の大当たりでプラス収支になってしまうというね、この速さ、速くないですか。今回のこのピーバー機動戦士ガンダムユニコーンの最大の魅力がここです。この速さ、継続率 81%、 大当たり全部1500個、そしてこの速さ、尖ってますよね。もう打ちっぱなしていきます。ここで大当たり終わりなんですけど、止める必要ないです。あ、これピンチ、これピンチ、これはピンチ、セーフ。もう一回当てようね、もう一回当てて、あ、レバブル来た。はい、6連目、勝利宣言です。勝ちです。今日は7500発、まだまだいきますよ。1回目2回目のあの不甲斐ない結果があったからこそ、この大当たりが余計嬉しく感じますよね。7連目、これでもう次の当たりで満発オーバーという素晴らしい瞬発力を持ってますね。すいません、お願いします。ありがとうございます。あー、これはちょっとピンチ。もちろん当たるのも早いですけど、このスピードなんで153分の1引いた時も早いですね。さあ、回避できるか。まだ楽しみたいよ。いけ、超えろ、よし、8連目、これで一撃1万発オーバーです。
ものの数分、10分ぐらいかな。乗馬乗馬バブル9連目、10連目、11連目、これは熱い。12連目そしてね、今日はワンダーランド鹿児島新園店さん、まあ拡大減衰機ではなく玉箱使ってますからすごいインパクトなんですよ、島内が。その分スタッフの方大変そう。いやもうね、スタッフ泣かせですよ、ここはね。あれバブル来た。13連目おー、いた。14連目ありがとうございます。あ、ピンチ、セーフ。いた。15連目ね、一撃2万発オーバーです。気持ちいい。あ、終了のピンチ、ピンチ。あ、やばい、すいません、ありがとうございます。箱を変えた瞬間にちょっとタイミング悪いよ、これで終わったら。まだちょっと、もうちょっと頑張って。あー、終わった。これ気持ちいい、これ気持ちいい、すごい。18連目これバリバリでバブル来ますね、ラッシュ中ね。あらあら、2万5000発超えました。これで19連目はい、ありがとうございます。このラッシュ前とラッシュ突入後の気持ちの変化がもうすごいことになってます。1時間でこうも変わるかっていうぐらい、もう余裕ですよ。あらあら、あ、すいません。あ、またジャッジの時間が来た。あ、すいません、ありがとうございます。さあ、20連目いけるかどうか、終了か20連目か。まあでもよくここまで出てくれたと思います。20年欲しかったですけど、まあ、結果としては十分な結果だったんじゃないでしょうか。2万7390ポイントゲットということで19年でしたね。いや、良かったです。初当たり結局5回引きまして、まあ、4回目までね、通常の当たりが2回とラッシュ2回ありましたけど、ラッシュも2連2連ということで、こんなんじゃ機動戦士ガンダムユニコーンのいいところ何もお伝えできないぞと思ってましたけれども、まあ、最後にいい当たりが見れて、そして覚醒ハイパーのスピード感というのも見ていただけたかと思います。はい、もう個人的にも大満足のラッシュが消化できましたので、今日はこれで交換して終わりたいと思います。ありがとうございました。